皆さんごきげんよう。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。2023年12月に開催された大阪モビリティショーでは様々な乗り物が登場しましたが、日産では過去に発表した GTR50 バイタルデザインの実写が展示されました。GTR50 は GTR ニスモをベースに欧州スタイルで仕上げられた車両であり、デザインは力強さにイタリアらしいクラフトマンシップとテイラーメイドが組み合わされています。開発棟はイタルデザインが、デザインはロンドンの日産デザインヨーロッパと日産デザインアメリカが担当し、心臓部の 3.8 リッター V 型6気筒エンジンは最高出力720馬力、最大トルク780ニュートンメートルを発揮します。この GTR は2018年受注開始で限定50台の生産、99万ユーロの価格と報じられており、日産車では気になるスーパーカーだと思いますが皆さんはどう感じたのでしょうか？本チャンネルは車関係の話題を取り上げているので興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。なぜかここ数年のハイエンドスポーツグレードに疑問。ゴテゴテのエアロデイカにもの最高級グレードアピール。スカイライン GTR やシビックタイプ R はその当時の下のグレードから外見は少々のエアロとちょっと違いがわかるエンブレムとかで高性能エンジンに剛性足回り強化がかっこいいと思ってた。来年の東京オートサロンで展示すればよいかも。日産ブースに展示すれば森蔵が運転席に乗り込むかもしれないので。去年のフェアレディ Z や今年は GTR にも運転席に乗り込んでいる。V6 でスーパーカーと名乗れるのは日本なら NSX くらい。日産なら V8 の VHR35Z を GTR に乗せるべきだったね。カラーリングからすごくナマズっぽいな。色変えたらまた違う印象でかっこいいかも。テールライトにフィンを配置すれば、50年代のアメ車を彷彿とする斬新なデザイン。限定50台で4年後に販売終了だが実際は何台売れたんだろう？ 50 台完売はしてないはず。普通は買わない。金持ちってケチです。価格に見合った価値があるか考える。資産価値がないなら欲しくても買わない。限定50台で4年経って販売終了ということは完売したとしても4年かかったということ。有名どころのスーパーカーなら1億オーバーでも販売前に売り切れる。多分50台は売れてない世界にこれを買う物好きは50人もいない。普通は買わなくても欲しいと思う金持ちは必ずいる。普通は買えないの間違いだろ。原付自動車仕様の GTR かと思った。可愛らしい超小型モビリティスポーツの方がいいのに。造形はまま良いとして、なんでこの配色？小学生が色塗ったプラモみたいだ。魅力を感じませんが車はとてもよくできていると思います。普通の R35 の方がいいかな。初め見た時から1億の価値があるのか？どうなのか？未だに疑問。さて、今回の動画はいかがでしたか？もしこの動画が面白いと思ったら今後の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。